吉田高校の学校紹介は野球部マネージャー谷口真希がお伝えします。今年創立107年を迎える吉田高等学校では、校訓である自立、忠誠、愛物、毎用のもと、生徒はのびのびと活動しています。甲子園出場を目標に自立できる集団を意識して、個々の成長がチームの躍進につながるように、お互いに切磋琢磨しながら松本富重監督ご指導のもと日々練習に取り組んでいます。今年のチームの合言葉はワンチームです。自分がすべきことやチームのためにできることを考えながら練習に励み、チームの団結力を高めています。いつも支えてくださる地域の方々や家族、友人、先生方への感謝の気持ちを忘れず、新たな伝統を築く覚悟で頑張りますので、応援よろしくお願いします。